はい、ジュース。今回なんですけれども、今週もね、新イベントが来たということで、こちらやっていきたいと思います。トリプルスレッド選手評価&ティアリストということで、やっていきたいんですけれども、まあね、今日の3時に開幕した新イベントのトリプルスレッドについて、詳しくね、選手見ていこうっていう感じの動画になっております。で、本編入っていく前にね、一応補足として SBC で登場している選手に関しては、毎週やってる SBC 選手評価の方で、取り扱うので、今回は除外しております。ティアリストのランク付けの基準なんですが、こちらになっております。一時停止して見るなりしていただければなと思います。ということで、早速本編の方入っていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速やっていきたいんですけれども、まずは C ランクの評価から参ります。キーなんですかね。はい、読み方ってるか分かんないですけど、身長164センチの役割式がハイロー、スキル3、逆足4、スキル、右利きの爆発的となっておりまして、サポジが、レームキャム、そして CF できますね。で、能力調整とプレイスタイルに関してはこんな感じです。で、まあ、ループの達人と、テクニカルと、迅速フレア持っておりますが、まあね、ペースはあってシュートもそこそこうまいですが、ドリブルもね、高いんですけれども、まあ、スキルがね、3っていう点で、まあ、そして女子選手なので身長も、ね、なくてっていうところで、まあ、他にね、たくさん大会のカードをいっぱいいますし、まあ、そんなに、現状ね、強いっていう評価は下せないカードになってるんじゃないかなとは思います。このイベントの、外れ枠としての登場とはなってしまってるのかなとは思いますね。まあ、一応シュートもね、ドリブルもできるんで、まあ、スキルムーブね、使わない方は、全然使えるカードにはなってるんじゃないかなと、サブとかもね、思いますけれども、まあ、キレとかはね、女子選手で身長も低いので、ドリブルとか使用感自体はね、悪くはないと思うんですけれども、まあ今回は C 評価と Q 評価になりさせていただきました。ということで C 評価は今回は1人で以上です。ということで次に B 評価見ていきます。今回ね B 評価たくさんいますので、まずは1人ずつ紹介していきたいなと思います。ということでかけるですね、身長174センチのハイハイ、スキル3、逆足4、利き足右の爆発的となっております。でサポジが CDM できて、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。でかけるね、かけるちょっとどっちか忘れましたけど、まあプレイスタイルもねスルーパスと、強パス両方持ってて優秀ですし、シールド持ってて、でトリベラも打てて、そして容赦なしもあると。まあボックス2ボックスの多分これアップグレしたらめちゃくちゃ強かったなというような印象ではあるんですが、まあリーグ1のね、中盤としてはなかなか選択肢少ないので優秀かとは思いますが、まあ全然使うのはありだけど、まあできれば他のね、違うリーグの選手とかで、代わりにね中盤の選手を使ってあげた方がいいんじゃないかなとは思いますね。スキル3なのがちょっとね、まあスキル4あればねこれめちゃくちゃ評価高くなっていったんですが、まあ今回スキル3逆足4ということで、まあ他に能力的に見れば全然他に、代わりもいっぱいいますので、今回、B 評価と、まあ使う分には全然ケミ合わせもいいですし、うん、ありかなとは思います。なんかかける確か2年前ぐらいになんか結構ね、強かった印象あるので、使用感自体はねそんなに悪くないかなとは思いますね。はい、ということで次にギャラガーですね。身長182センチの、82センチあるんですね、ギャラガー。もう少しちっちゃいと思ってました。はい、役割式がハイハイ、スキル3、逆足3、右利きの控えめとなっておりまして、サポジが CDM できます。で、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。で、まあ、鋭いパス持っておりますし、ジョッキーあって、パスカットもあるので、まあ、中盤、ボランチ起用してあげても全然優秀なカードになってるんじゃないかなと思います。で、一応、シールドと、容赦なしもプラスで持ってるというところで、まあ、スキル3、逆足3がね、ここがね、何かしらどっちか4だったらプレミアですし、もっと値段も張って、いい中盤になったかなとは思うんですが、まあ、スキル3、逆足3ということで、まあ、評価自体は、低めになってるんじゃないかなと思います。能力もね、ボックスタイプとしてめちゃくちゃ優秀ですし、まあ、何より容赦なし持ってスタミナ99なので、もうずっとフルでね元気いいっていうような感じなんですが、スキルと逆足どっちかね上げてくれたらなというようなねところでしたね。本当に惜しいカードになってんじゃないかなと思います。使用感自体はね悪くないとは思うので、ドラフトでね軽く触ったことあるんですけど悪くはなかったので、全然ケミ合わせとか、まあ、トレフカで当たった方とかはね、まあ、今ちょっとね値段もね、ブラックフライデー前で暴落していってますし、全然使うのはありなんじゃないかなとは思いますね。はい、ということで次にアテナですかね。身長160センチの役割式がハイロー、スキル4、逆足5、右引き、かなり爆発的となっております。で詳細じゃないサポジが RM、LW できまして、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。
ドリブル系がね、4つ6分の4持ってるといったところで、まあ、ここのスプレースタイルはね、優秀ですよね。はい。で、能力詳細見ていくと、まあ、ペースあって、ドリブルできて、スタミナもあって、ジャンプとヘディングの謎に高いというようなウィンガーになってるんですが、まあ、ショートパスとね、視野もね、そこそこの数値しておりますし、なんといってもスキル4、逆足5なので、まあ、B 評価で、全然いいのかなと思います。これがね、スキル4、逆足4とかだったら、まあ C 評価かな、能力的にといった感じだったんですけれども、まあレアルでね、スペイン人ということもあって、まあ君的にもね、使いやすいですし、4号なのはね、すごい優秀かなと、まだまだね、数少ないカードになってるとは思いますので、今回は B 評価つけさせていただきました。まあ女子選手はね、基本的には使用感いい選手多いので、全然使ってみるのはありなんじゃないかなと。サブとしてもね、4号の選手欲しいって方はね、使うのはありなんじゃないかなとは思います。はい、ということで次にグリーンウッドですね。身長167センチのミリハイ、スキルに逆足3、左利き控えめとなっております。でサポジに一応 LB ができまして、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。でブロックプラス、これ持ってるのは非常に優秀ですね。ルショーとかね、キンデムとか持ってますけど、はい。でジョッキーとロブの達人、そしてエアリアル持っております。で能力見ていくと、まあ能力自体は素晴らしいんですけど、まあ若干フィジカル低くてね、まあ最近出たアチアゴシューバとかマルキニョスとか、まあそういった選手に似てる能力値、パス上手くて、うん、クロスも高いですね。やっぱ LB できるから、なんかグバルディオルみたいな、女性版シティのグバルディオルみたいな感じですかね。はい、アケとか。といったところですが、まあ、身長が、やっぱり、センターバック、さすがに身長、さすがに180は超えてほしいなとは思うんで、センターバックは。女性のね、ディフェンスラインの女性選手はなかなか個人的には使ってても、きついなっていうシーンが結構多々あるので、まあ、今回は、B 評価とさせていただきました。全然ね、使えなくはないとは思いますが、まあ、サイバー起用、守備的なサイバー起用とかの方が、使う分にはいいんじゃないかなと個人的には思いますね。センターバックとしては、まあ、5バックとか3バックの、サイド CB 任せるぐらいならギリ使えんじゃないかなとは思います。はい。なので今回、B 評価にさせていただきました。はい。ということで、グリーンウッドについては以上です。はい。ということで、次にカービーですね。身長157センチの役割式がハイミリ、スキル4、逆足4、右利き爆発的となっております。で、サポジに右ウィング、これありがたいですね。で、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。で、カービーに関しては、まあ、高精度持ってて、テクニカル持ってて、フレアとドリブラも持ってて、プレイスタイルに関してはね、前線にありがちな、優秀なプレイスタイル持ってるので、まあ、これはありがたいかなと思います。で、能力詳細見ていくとね、まあ、シュート、ペース、パス、ドリブルともに全部高水準で備えておりまして、まあ、使用感的にはね、カービィもこちらもね、ドラフトとかで使った、序盤に使ったことはあるんですが、テクニカルがね、結構速くて、動かしやすくて、使用感はね、普通に良かったかなとは思います。はい。まあ、相手にね、序盤の方とかも結構見ましたけど、意外と決められたりしたので、うん、全然強いのは強いとは思います。まあ、ただ、他にね、男子選手でも女子選手でも似たような能力いますし、まあ、これといって目立ったものがね、逆にないっていう 4-4 ですし、まあ、身長も別にめっちゃ高いわけでもないですし、プレイスタイルもね、まあ、優秀なプレイスタイル持ってるんですが、他にもね、もっと優秀なプレイスタイルプラス持ってる前線の選手もね、安くなってきてていますので、まあ、特筆したものがないっていった点で今回は B 評価にさせていただきました。使用感自体はね、悪くないと思うので、当たった方はね、ぜひ使ってみるのはありなんじゃないかなとは思います。はい、ということで次、目標できたマディソンですね。身長175センチの役割式がハイミディスキル4、逆足4、利き足右の爆発的となっております。爆発的じゃねえわ、逆足が、アップグレードされたのかな。確かマディソン逆足3でしたよね。うん。で、サッポジに RM と CM、これありがたいですね。で、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。まあ、マディソンはね、セッターが消えたの。セッター消えてますね。これ、白で残してくれてても、よかったんじゃないかなとは思いますが、フリーキックうまいですし、実際マディソン。あ、消されたんすね。これちょっとマイナスポイントっすね。はい。で、ロブの達人に、その代わりプラスが変更されてます。これはね、めちゃくちゃプラスポイントだなと思います。はい。で、鋭いパスも一応持ってて、フレアとトリベラも持ってると。トリベラめっちゃうまいんですよね、マディソン。相手してても。やっぱシュート力が今作、高いと、シュート力、ロングシュートが高いと、トリベラめっちゃ入りやすくなるので、まあ、かつね、このトリベラの特性も持ってるので、うん、非常に、トリベラは相手しててもめちゃくちゃ決められる印象あります。はい。
で能力的に見たらね、まあペースが若干低くて、まあザ・トップ下みたいな、カードになってるんじゃないかなとは思いますね。まああとは3センターの一角とかで使ってあげるのもまあ面白いんじゃないかなとは思います。2ボラとかでの起用はさすがに、難しいカードにはなってるんじゃないかなと思いますね。守備58は一応あるんですけど、守備意識とタックルが60と70超えてて、まあインターセプトとスライディングに関しては、インターセプトがやっぱね、今年何回も言ってますけど、インターセプトとタックル数値が両方70後半中盤以降あれば、大体やれるとは思うんですけど、ここがねやっぱインターセプト低すぎるので若干厳しいものがあるんじゃないかなとは思いますね。まあ一応目標でねただで取れますし、全然取るのは取っていいカードになってるんじゃないかなとは思います。はい、ということで次にグリーリッシュですね。身長180センチの役割式、ハイハイスキル4、逆足4、右利き、かなり爆発的となっておりまして、サーブ自害で M できまして、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。でシールドから、この高精度プラスに変更されてます。こういうね変更の仕方してくれればいいのにね、マディソンも。まあただだから、まあそこはちょっといい笑顔もただでは簡単に行かせねえぞっていうような感じなんですかね。うん、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、この高精度プラスになったのは非常に強力ですよね、本当に。でテクニカルが一応追加されております。で能力詳細見ていくと、まあ、ペースも結構上げられて85に乗りましたし、まあ、ドリブルパスは言わずもがなでうまくて、まあ、シュートもね攻撃ポジション86まであって、決定力も80に乗ったといったところで、まあプレミアのねウイングとしては全然優秀な部類に入ってくるんじゃないかなとは思いますが、やっぱウインガーとしてはベースはやっぱ90ぐらいさすがに欲しいなといったところで、今回 B 評価にさせていただいております。ただね、高精度プラス、まあソンとねサラーがねプレミアだったら両ウイング持ってる選手でいるので、まあ高精度ついたとてこれ以上のランクには現状はいかないんであろうかなというところで、今回は B 評価にさせていただきました。使用感はね、グリーリッシュ自分は序盤でねめちゃくちゃあのシールドプラス強いなと思って、サブで使ってたんですが、高精度になってもね、まあ、グリーリッシュのドリブルテクニカルもついたし、シールドシールド持ってるので、使用感自体はめちゃくちゃいい選手になってるんじゃないかなとは思います。はい、で次に B ランクヒーローに入っていきます。カイトですね。身長183センチの役割式が、ハイハイスキル3、逆足3、右利き、やや爆発的となっております。で能力詳細、サポジが、RM できまして、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。でカイトはエアリアルに変更されておりますね。もともとが確か容赦なしかなといったところで、まあ能力見ていくとペースが85あって、シュートできてパスできて、まあ全部高水準で、能力高いですね。で一応インターセプト71の守備式77、そしてタックルも68と、まあギリギリできなくはないので、一応中盤強でね2ボラの一角として使うのはありなんじゃないかなと。まあ、あとは3センターの一角とかにもめちゃくちゃ向いてる選手かなとは思いますね。ただねスキルがねやっぱどうしても攻撃的な役割周りで、使うなら欲しかったし、まあ、ボランチとしても逆足はなんか攻めて欲しかったなといったところで、ちょっと若干ね、器用貧乏感はあるのかなとは思いますね。能力詳細的にもまあブロック持ってて、ジョッキ持ってるんで使用感自体はねそんなに悪くないと思いますし、まあ、であとパワーヘアってエアリアルプラスなんで、コーナーとかのねセットプレーの得点源にもなれるかなと思いますし、まあ、大胆なパスも持ってるので、まあ、パスとかもね、うまいですよ。87と86なんで視野とショートパス、うん、悪くはないと思うんですが、まあこれなら他でいいかなっていうような、他の選択肢取った方がいいかなというような感じになっちゃうので、今回 B 評価とさせていただきました。まあ、ただね、カイトの魅力は、今回プレミアリーグに変更されておりますし、オランダ人でね、プレミアの大工とか、救えますし、まあ、ケミ的にはね、右ウィングもできて、めちゃくちゃ優秀にはなってるので、B 評価とさせていただきました。はい、ということで B 評価ラストはモリエンテスです。身長186センチの役割式が、ハイミリスキル4、逆足4、右利きのかなり長いとなっております。で、能力詳細じゃないわ、サポジが CF の、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。でモリエンテスね、エアリアルプラスに変更されております。能力詳細もね、ジャンプ94、ヘディング98と、で身長もね186あって、多分クロスゲーやってる方待望の、前線である程度身長があるエアリアルプラス持ちの、選手かなと思います。ぶっちゃけね、A 評価にしようかなとも迷ったんですが、まあ純粋に考えたらクロスゲーの人以外は基本的にあんまり使う人はいないんじゃないかなと思うので、今回 B 評価にさせていただきました。まあ、ただねレバンドフスキとかベンゼマとかと、似たタイプで、シンプルにそんなクロスゲーしなくても、まあ、ペース85ありますし、
まあ、シュート系能力はパワーヘッド、ループの達人で一応ねトラッパーも持ってるので、まあ、使ってみてもしくは使われてみたら実際はこれ A 評価でもいいんじゃねっていうような選手ですね。だからここはねちょっとね A 評価と B 評価どうするかモリエンテスに関しては悩みました。まあ、全然ね A でもいいかなと思う。まあ、だから一旦 B 評価にしてますけど、まあ、能力だけ見たら B プラスで、もし相手に使えてね強かったらまあ全然 A に食い込んでくるっていうか、なんなら A のプラスぐらいまでいっちゃうような選手になってるカードじゃないかなとは思いますね。まあ相手にはしたくないですね。エアリアルモス大体これ使う人多分クロスゲーの方が優先して使うと思うんで、なかなか厄介だなというような感じですね。シュートもねめちゃくちゃ普通にヘディング以外も足元も、シュートうまいですし、一応視野もね84なんてショートパスも82とまあまあやれなくはないですし、ドリブルに関してもリアクションと冷静度高くて、コントロールとドリブル86あって、なんで一応スタミナも87あって意外と持つっていうところで、フィジカルも90ありますし、まあ、これは相手したくないなと思いますね。この、あのモリエンテスが相手にいたら要注意といったような感じになってるんじゃないかなと思います。はい、ということで B 評価に関しては以上です。ということで次に A 評価見ていきます。カルバハルですね。身長173cm の役割式ミリミリスキル3逆足3右引き控えめとなっております。でウィングバックできて能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。でスライダーのプラスが、追加されておりますね。で一応予測持っててブロック持って、大体のパスを持ってるといったところ で能力詳細見ていくと、まあペースと、まあ守備とフィジカル全て高くて、まあ、サイドバックとしては非常に申し分ない能力になってるんじゃないかなとは思います。まあ、ただね今回 A 評価にとどまらせた理由は、うん、ジョレンテエボジョレンテ超えれんのっていうところですよね。まあ、現役のサイドバックランキング、直近で出しておりますが、RB ランキングの中だったら、まあ、上位トップ10には入ってくる能力にはなっているとは思うんですが、まあ、ジョレンって超えれるかって言われたらそうではないとは思うので、攻撃的にも守備的にもどっちとってもジョレンテの方がまだ分はあるなといったところで、スキル3逆足ジョレンテは4ですからねいったところで、あとジョレンテハイハイですし役割意識もなんで、パス系の能力がね大胆なパスジョレンテ持ってて、さらにねこのピッククなパスも持ってるので、うん、そこの面も踏まえたら、まあ、ジョレンテにまだまだ部があるんじゃないかなといったところで、今回は A 評価にさせていただいております。ただね純粋に、サイドバックとして、ジョレンテ持ってない方とかジョレンテ選ばなかった方は全然ね、リーガの RB として、選択肢として第一候補になってくる選手に なってると思うので、今回は A 評価にさせていただきました。はい、ということでお次にカスカリーノですね。身長 164cm の役割式がハイミリスキル4逆足3右利きの爆発的となっております。でサポジが RM できまして、能力総裁とプレイスタイルに関してはこんな感じです。まあ足早お姉さんですね。はい、瞬速プラスでテクニカル持ってて、まあできれば迅速も欲しかったなと、これ追加して欲しかったなといったところであります。まあ一応フレアとトリブラムも持ってるといったところで、まあペースが97、多分バペと並んで、現役アイコンヒーロー全部含めても一番足速い選手になってるんじゃないかなと現状思いますね、能力値的には。ただカスカリの敵にいたことがないんで、どれぐらい速いのかが実際わかんないんですよね。まあ、今回一応 A 評価にはさせていただきましたが、まあこれでねスキル逆足44とか、まあ、もしくはスキルが5逆足3とかだったら S ランク評価でも、問題なかったとは思うんですが、まあ、今回逆足3のスキル4なんで、一旦能力値的にはね、まあ、シュートは若干低いんですが、パスドリブル優秀なので、まあクイックステップのプラス強いですし、一旦今回 A 評価とさせていただきました。まあ、これもね相手にいて、評価変わってくるカードになってくるんじゃないかなと自分で使ってもね、思いますね。はい、といったところでカスカリーに関しては以上です。はい、じゃあ次にキャシャウィですね。身長 160cm の役割意識がハイミリスキル4逆足4左利きの爆発的となっております。でサポジにウィングバックできておりまして、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。でキャシャウィは、瞬速のプラスが、追加されております。もともとプラスはなしかな、うん、といったところで、まあキャシャウィね LB のランキング動画でも紹介しました。大胆なパス予測、ブロックジョッキー、そしてテクニカルクイックステッププラスになって、そして容赦なしと、まあもうめちゃくちゃサイドバックに欲しいもの持ってて、うん、まあこれは能力的にも見てもめちゃくちゃ強いかなとは思うんですが、やっぱり女子選手のディフェンスラインといったところで、うん、個人的にはなかなか難しいかなと、何度も言ってるようにね難しいかなとは思うので、 S 評価じゃなくて A 評価とさせていただきました。これが男子選手でパリでね、この能力だったら間違いなく100万ぐらい、メンディがね100万するんで100万超えててもおかしくない
カードになってたんじゃないかなとは思うんですが、まあ一旦女子選手ですし、まあ空中戦とかもね若干弱い部分はあると思うので、A 評価とさせていただきました。まあ全然ね A 評価ですし、相手にいて強いなって感じる選手ではありますので、使ってみる分にはありなんじゃないかなと。てか全然スタメンでね、やれるとは思うので、ぜひ使ってみる価値はあるんじゃないかなと、当たったらねあるかなとは思います。で A 評価4人目はゴボウさんです。ゴブですね、身長175センチの役割式がハイミディスキル4逆足3右利きかなりバカついとなっております。でサポジに一応 RM と CF できておりまして、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。でゴブが、パワーシュートプラスと、で的確なパスが謎に追加されたのかな。で迅速瞬速持っておりますといったところで、能力見ていくと、まあ、シュートペースドリブル、90、90、90と、まあなんかゴブといえば去年のね、23最後に出たフッティーズの、プレミアムヒーローフッティーズの、なんか能力バグってるゴブ思い出しますが、まあ能力はねペースシュートドリブル、毎年毎年高くて、まあ、このカードもねすごい90、90、90になってますし、パスもね84、83、視野とショットパス83ありますし、まあ、フィジカルもまあそこそこあるので、まあ、敵にいたら普通に強いカードになってるんじゃないかなとは思います。シュートがパワーシュート持ってますし、シュート値もね90あるので、前線でこうめちゃくちゃ裏抜けされてシュートを浮かれたっていうようななんかイメージがもうすぐ湧いてくるようなカードになってますね。相手にいたらめちゃくちゃ嫌なカードだなとは思います。ただね逆足さんなのがやっぱ残念かなと、これならまあラッシュとかの方がスキル5あるし個人的には好みですね、まあ、なので今回は、能力的にはめちゃくちゃ優秀なんですけど、今回は A 評価止まりといったところにさせていただきます。はい、ということでラスト A 評価ヒーローはジョー・コールですね。身長176センチの役割式が入りミリスキル4逆足4右利きの爆発的となっております。でサポジが、RM、LW できてキャブもできますといったところで、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。で鋭いパス持っててテクニカルプラスだったんですが、一応瞬速のプラスに、変更されております。でトリベラ持っててフレアとトラッパーといったところで、まあ、能力見ていくと、まあ、純粋強化されたっていうような感じですかね。はい、でペースも90乗ってますし、ドリブルも90あってパスも上手くてシュートも85までいって、でフィジカルも70台乗ってますし、うん、非常に優秀なカードだなとは思います。まあ、ただねジョーコールに関してはこの瞬速プラスになったことによってどれぐらい速さが変わってるのかっていうのは気になるところではあります。テクニカルがねやっぱジョーコールめちゃくちゃプラスで速かったので、そこで使用感が爆上がりしてる部分もあったと思うので、これが瞬速のプラスになってどう変化するかっていうのは、これはねまた使ってみないと、まあ、相手に対峙しないとわからないカードになってるんじゃないかなと思うので、相手するのが楽しみなカードになってますね。はい、自分でね当たったら使ってみようとも思うんですが、まあ、多分値段高いんで多分当たらない限りは買えないですけど、はい、といったところです。はい、ということで S 評価の方を見ていきます。キンペンペですね。身長189センチの役割式ミディハイスキル2逆足3左利きの、かなり長いとなっております。でサポジなくて能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。で、パワーヘッダーとエアリアル持ってて、ブロックプラスが今回ブルーザープラスになって、でパスカットと容赦なし、これはもう CB で、単体で見た時にこのプレイスタイルパッて見せられたらめちゃくちゃありがたいですよ、ね、うん、でこれがまた金ペンベともなればS 評価で問題なかろうといったところですかね。一応金カード使用感すごく良かったですし、なんか金ペンベね、あの2年 FIFA22 ぐらいかな、 FIFA22 ぐらいまではなんか能力の割になんか結構貫通されたりとかポカが多いイメージで、なかなか個人的に好みじゃないカードだったんですけど、 FIFA22 のねあのセンチュリオン金ペンベかな以降はめちゃくちゃ気に入ってますね。はい、なんか能力下げ、去年も確か金ペンベ、去年の金ペンベかな、あ、そう、去年のセンチュリオンがあの能力詐欺 RPP なんかレート86なのに89あるみたいな、能力詐欺金ペンベ、逆能力詐欺金ペンベ来てましたし、一昨年は確か CL カードかな、 CL の金ペンベが非常に使用感よくて、なんか CF のハイレートでめっちゃ言及してた気がするんですよね。はい、で能力見ていくと、ペースもまあ80超えてて、守備とフィジカルめちゃくちゃ優秀ですし、まあ、これもレート86のカードじゃねえなって感じですよね。守備値はね若干、まあ、86っていうような感じなんですが、リアクションと冷静さも高いですし、フィジカルが何と言っても魅力的なんで、これはめちゃくちゃ優秀かなと思います。でブルーザープラスに変更されておりますので、バツタックルがめちゃくちゃ強いという感じになってるんじゃないかなと思います。ブロックね、これプラスだったらまあなんか AI のブロックの頻度めちゃくちゃ上がるんで、これプラスでも別に良かったんですけど、
まあ、シュートまで行かれる前にね、そもそもまあこのブルーザープラスの方がバチタックルも強いですし、まあ、どっちもどっちなんで、どっちが金になっててもまあありがたかったかなとは思いますね。でスタミナが83あって容赦なしついてるんで、まあ、クンデがね、唯一戦場で、メタカードの中で容赦なし持ってるカードかなとは思うんですが、これ容赦なし追加されたの近辺ででかすぎるなと思います、まあ、なのでこれはもう間違いなくケミ的にも優秀ですし、能力的にも、素晴らしいものを持ってるので、これは間違いなく S 評価で問題ないかなと思います。ということで今回 S 評価ラストですね、チアゴです。身長174cm の役割式ミリミリスキル5逆足3右利き爆発的となっております。でサポジできなくてここ残念ですが、能力詳細とプレイスタイルに関してはこんな感じです。チアゴ S なのと思った方も、多くいらっしゃるかなと思うんですが、見てください、この素晴らしい最近話題になってるプレイスタイルばっかです。まず強パス、これあったらもうどんどん強パス差しまくれます。全然ずれないです、逆足が3でも、パスに関して逆足あんまり関係ないのでバシバシ通ります。はい。でティキタカ持ってるんで、これも強パスとティキタカ持ってる選手マジでパスずれないです。横横とかもうまいですし、だから攻撃参加した時も優秀だし、ボランチとしても前線の選手にパス出す時に非常に優秀なんで、この2個持ってる時点で中盤としての評価個人的に爆上がりっすね。はい。で一応スライダーも持って、これはまあ守備系のやつ持ってたらありがたいんで全然ありがたいですし、でテクニカルも持ってて、でフレアも持ってて、エルニーのパスね、フレアパス強くなりますし、でトラッパーもあるんで、チアゴにディフェンスラインからそもそもまずチアゴにパンって強パスさせた時もトラップ上手くて前向けるっていうのは非常にでかいです。これがしかもプラスでトリベラもある、もう言うことがないで感じっすよね本当に。で能力詳細もね、まあ、ペースが80まで乗ったんで、もうペース高いチアゴコンかなって思ってたところに来たんで、もうこれは間違いなくエース評価ですね。正直、まあこの強化されたい金のチアゴでも自分序盤使ってましたし、今でもね、使ってる競技者の人いますんで、金のチアゴをね、スタメンで。まあ、それぐらい強いので、チアゴに関してはめちゃくちゃおすすめです。スキル5の、ペドリと思ってもらえたらなと思います。で、パスとドリブルに関してはもう言うことなしといったところで。まあ、スタミナがね、73しかないので、まあ、怪我する選手、スタミナ下げる傾向にあるんで、まあ、リアルはもっとあるかなとは思うんですが、まあ、ここはね、交代は必須かなとは思います。まあ、チアゴね、自分買って使ってみようかなと思うぐらいめちゃくちゃ魅力的ですし、値段もね、能力の割に安くなってるので、多分買って試す時がいずれ来るんじゃないかなとは思います。ケミ的にもね、リバプールでスペイン人なんでめっちゃ優秀ですし、これはもう個人的な一番の推しの今回のイベントではなってるんじゃないかなと思います。はい。ということで S 評価については以上です。ということで、長くなりましたが、ラスト SS 評価見ていきます。エアヤトゥーレですね。まあ、文句ないでしょう。身長188cm の役割式ミリミリスキル4逆足4かなり長い右利きとなっております。で、サポジも、CM キャムできて優秀ですね、本当に。能力とプレイスタイルも、まあ、シールドでよかったなって感じですよ、本当にプラスになったのが。これが、まあ、パワーシュートとか、フィネスとか、鋭いパスとか、トリベラとかになったり、ブルーザーとかになってたらもうやばかったっす。ただシールドプラスになったのも十分やばいっす。ただでさえややねシールド持ってドリブル意外と軽くなってて例年のややより強いなって感じたところにこれがシールドプラスになったもんならもう取れません中盤でボールはい。でも能力ももう言わずもがなでマジでビーラとややどっちが強いですかって結構配信とかでもねコメントくるんですけど、個人的には、まあ、守備はもちろんねビーラの方が強いんですけど、ビーラと同じぐらいやっぱブルーザー持ってるんでバツタックルめちゃくちゃ強いですし、まあなんといってもでかいし、守備値もねタックル88、今作やっぱタックル値めっちゃ大事だと思ってるんで、これ88もあるんで全然ややも強いです。守備てかめっちゃ強いし、ややに関してはビーラよりワンチャン強いんじゃねって感じる時が試合中あるぐらい強いですね。でスキル逆足がなんといっても44なので、個人的にはビエラよりはヤヤの方が強いのかなと思いますね。結構聞かれますけど、はい。でまあパス上手くてシュート上手くてもう何でもできるな、うん、あんまり説明いらないかなと思います。時間も30分超えたりとかしてきそうですし、はい。なんでヤヤについては以上です。はい。もう強いっす、 SS で文句ないっす。はい。でラストラストに関してなんですけど、まあ、こちらも言うことはあんまなくていいかなと思うんですけど、一応紹介だけしておきます。身長100、ジノラスね、身長186センチの役割式ハイミリ55、右利き控えめと、
サポジモハイ、キャム ST、LW という能力詳細も、まあ、純粋に順なら強化されましたという感じですね。まあ、何か追加されたわけではないんで、まあ、さすがにね、ジュナはそもそも現状で SS クラスの、能力ですし強さなので、まあ、何かしらプレイスタイル追加されたりとか、能力も、確かフィジカルじゃない場合、パスかな、パスが2位上がっただけかな、確か。うん。まあ、それ以外全部プラス1ぐらいで、今回のね、イベントカードの中で一番能力の上昇が抑えられているカードにはなっておりますが、一応ね、自分ジノラ持ってますが、もう強いです。もう言うことないっすね。うん。ないよな。5-5 ですし、でかいし、速いし、今作のジノラなんかめちゃくちゃ軽いし、このクイックステップ持ってて、トラッパーもあるんで、うん、速いし、まあ、トラッパー持ってるから、トラップうまくて縦パス刺した後のシザスとかもめちゃくちゃ速いですし、なんといってもテクニカルプラス持ってるんで、なんか異常にテクニカル速いですし、うん、ジノラに関しても、まあ言うことないんじゃないかなと、スタミナもあって、フィジカルもあって、うん、アグレッションも高くて、マジで強いです、今作は。ジノラとバペね、どっちがいいんですかっていう方もね、結構配信中にいらっしゃるんですが、まあ、例年のジノラと思って、今作は使わない方がいいかなと思います。まあ、それ言ったらバペもね、例年のバペよりクイックステッププラスなんで早いんですけど、まあ、例年のジノラより明らかに使用感は個人的によく感じてるので、気になる方はね、ぜひジノラの方が例年よりは違い感じると思うんで、ジノラ試してみてほしいなとは思いますね、まず。はい、といったところですかね。はい、ということで長くなっちゃいましたが、今回の、トリプルスレッドの、選手評価&ヒアリストについては以上になります。いかがでしたでしょうか。まあ C ランクは今回1人いたんですが、 B ランクが非常に多かったかなと。まあ現役選手がね、大半この B ランクに入っちゃっていたところで、まあ1周しかないイベントですし、まあ配信中にも言及しましたが、まあ一応ブラックフライデーの準備イベントの、期間のイベントみたいな感じの感じになるんじゃないですかね。はい、まあ、ただ一応ヒーローとかで、課金も促しつつみたいな感じだとは思います。まあ当たれば嬉しいですね、ヒーローに関して。ヒーローは結構ね、まあ、カイトも別にやれなくないし、モリエンテスもそうですし、ゴボウと、ジョーコール、そしてジェノラ、ヤヤとめちゃくちゃヒーローに関して当たり選手ばっかりいるのでいいかなと。まあ、個人的にはチアゴとキンペンベのどっちかが当たってくれたらめちゃくちゃ嬉しいなといった感じですね。まあ、ジノラとヤヤに関しては、まあ、多分当たらないと思うんですけど、当たったらもう飛んで、うん、跳ねます、はい。めちゃくちゃ飛んで喜びますね。はい、といったところですかね。はい、ということで、長くなっちゃいましたが、今回の動画以上になります。いかがでしたでしょうか。引き続きね、FC24 の動画や配信やっていきたいと思ってますので、まだの方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。てな感じで、今回の動画以上です。また次回の配信か動画でお会いいたしましょう。それではバイバイ。